初長寺隆氏は、日本の実業家。日立物流会長、日立総合計画研究所社長、日立グループ最高環境責任者、日立政策所代表執行役副社長、日立アメリカ会長等を歴任。また、経団連の経済法規委員会企画部会長や、法務省法制審議会委員等を務め、会社法改正作業などにも当たった。長野県飯田市出身。 1970年に、一橋大学小学部を卒業し、日立製作所に入社。日立製作所で企画室長や、代表執行役執行役副社長等を務めた後、2007年から、日立総合計画研究所社長兼、日立グループ最高環境責任者を務め、中期計画、環境ビジョン2015に沿い、二酸化炭素排出量の少ないエネルギーと、 エネルギー消費の少ない製品の開発活用、資源の循環的な利用、生物多様性のために、クリーンな活動等を実現させるため、日立グループ全体での計画実施を行った。2009年から日立製作所に戻り、異例の2度目の代表執行役副社長に就任。日立グループ最高環境責任者の職も引き続き担当した。 また法務省法制審議会の委員を務め、会社法見直しについて、企業経営者の立場から立法事実を実務側と議論するなどし、会社法法改正に当たった。法制審議会会社法制部会第3回会議議事録法務省、役員人事について、丸紅株式会社。ありがとうございます。